あれ、こんなところに地球人。廃墟の方を見てぼんやりと黄昏れている。おや、修理工の小ネズミどもか。話しぶりからするに船大工の地球人とは別のようだ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。先週ね、あの砂漠のネズミ団回を発売当日に生放送しましたが、あれからちょっとだいぶ進んだので、やっていきたいと思います。こんなね、船もデラックスになりましたよ。はい、でこんだけ大きくなってやられることも増えました。で、今回プラントを作っていきます。はい、プラントを、はい、作って、プラントを作るとね、もう自分たちでほぼいろんなものをこう賄えるようになるので、素材からアイテムを作ることもできます。アイテムを素材に戻すこともできるんですよね。そういうことができるようになるのがプラントですね。はい、で、今ネズミもね結構生まれて16匹になりました。こうやって寝床を増やすと勝手に増えてくるんです、くれるんですよね。多分これ人寝床で4匹って決まってると思うんですよ。なので 4×4 で16で、今16匹いると思うんですけど、はい、こんな感じで今やってます。で、今向かっているのがですね、新しい地なんですよね。はい、でこれ黄金郷っていうところに行くのがまあ最終目標ではあるので、ちょっとそこまで行けるかどうかわからないですけど、やっていこうかなと思います。途中でね、クイーンバグというとてつもなく強い敵が出たんですけど、なんとかまあマシンガンを3つ積んで、はい、こんな感じで3つ積んで倒せました。はい、まあ弾をそのものを強くするというよりも、このマシンガンをね、この弾を作るんじゃなくて、タスクでこのバレルの強化とかこの辺をしていくと結構クイーンバグも倒せるのかなと。それでもだいぶ船損傷しましたけどね。はい、結構クイーンバグを倒すのが一つ山場なのかなという感じはしますね。はい、で今何をやってるかというと、ですね、何をやってるんだったっけ、鉄鉱石でも鉄板を作っている。結構このゲームって鉄板はもう常時必要なので、作るそのローテを決めた方がいいですね。で今これティルライダーに会いました。はい、あ、弾がないかな。そういえば弾気を使ってなかった。あ、大丈夫か。で結構これ余裕なんですけど損傷するんですよね。はい、でリペアキットっていうので船を修理するんですけど、それがですね、今いくつあるのかな、リペアキット。これいろんなところの倉庫に入るからその所在がわからないんだよな。あ、リペアキット今25個あるので、まあまあ別に普通に直せますね。はい、これ人穴1個使うんですよ、人穴1個なので、はい、必死こいて今直してますね。はい、ね、もうだいぶやり込んで、もうこれやめ時がわからないぐらいハマってるんですよね。はい、で、今いろいろ素材を取ったので、工場でタンクの製造か。あ、電池がないのか。でプラントで何ができるかというと、シリコン、プラスチック、紙の製造、クジラ油の分解、レア鉱石を生産できる。レア鉱石を拾って他のものをこう生成するんですけど、逆ができるってことですね。プラントですから。はい、牛の骨を作ったりサボテンを作ったりできるということで、はい、これでもうほとんど主要なものは作ったんじゃないかな。燃料タンク、船の燃料をもっと貯めておける。まあこれ作ってもいいんだけど、これは幅と高さが1か。ガンスミス作ってもいいんだけど、まあいいわ。とりあえず、やり過ごそうか。でね、結構ご飯とかも、いろいろあることに気づいて、献立を作るんですけど、今船乗りのメニューにしてるんですけど、満腹ディナーは何か敵を倒して肉を手に入れないといけないんですよね。なので船乗りが一番
まあ、パンを作ってチーズを作ってワインを作れば、まあまあストックあるので結構満腹感あるかなと。まだ厨房ね2つしか作ってないんですけどね。こっちはもうひたすら献立を料理させて、こっちでワインを作ってるんじゃないかな、確か。あ、こっちも献立か。ダブル献立で。はい。なんとか維持できてます、16匹。はい。で、発電所で電池を作るんだけど、ワイヤーがないので、じゃあワイヤーを作りましょう。確か、ファクトリーで作れたような気がする。はい。銅のインゴットはね、結構あるので。で、ここでもワイヤー作れるし、あ、まあ、繰り返しにしようか。ここでもワイヤー作れるし、銅のインゴットで。で、ここのワークベンチでもワイヤー作れるんだけど、でもここは素材が違って、ハイファイスクラップから作らないといけないんですよね。はい。そんな感じで、こう、いろいろ作る方法はあるんだけど、素材が違ったりとかしてね。で、ファクトリーは大きいので、一気に、一つの作業で、これだったら、6手に入るんですよね。はい。で、ワイヤー作ったらもう電池が充電できるので、もうアルカリはね、ここで、ラボでめっちゃ作ってるんですよ。常に作ってるんで。はい。で、アシッドっていうのはタンクにいるのかな？タンクにいるので、ここでタンクの製造と、はい、アシッド、これで作って、で、タンクを作れば、何ができるかというと、建設で、さっきのプラントが作れるのかな？そうですね、タンク4、ポンプ1。で、ポンプの製造は、ファクトリーで、できます。はい。ポンプの製造。はい。こんな感じで。で、やっております。で、今、拠点ついたので、廃墟掘りのキャンプに着きましたね。で、クエストは、ターミナルを作る。この辺とかもね、ターミナルとかまだ作ったことないんですけど。はい、石鹸も作ったことないし。ここら辺はまだ、未実施の素材が多いですね。クエストを終わらせよう。あと1個。ね、真空管2個で2480ゴールド溜まりますからね。これは作らない手はないでしょう。さあ、動いてる動いてる。今のところ食事も大丈夫だし。よし、これであれが作れたら真空管できますね。OK、できた。で、クエストが完成と。あ、3つ作ってた。うん、真空管は作らせとこう。これで2万、あと4万。じゃあちょっとここら辺をローテしてやっていきましょう。まあまあ素材も手に入ってくれるので。で、あとマスが7マスなんですよね。なので何を作るかはちょっと慎重に考えないと。これでリペアキット今いくつだ？ 38 か。もうちょっと作っとこうか。やばい、倉庫がまた満杯になってきた。うん、倉庫作るか。倉庫作るか、それか、まあいいか、作っとくか。うん、うお、デザートバグス4匹。こんなケース初めてだわ。
まあ弱いからいいけど、装甲弾やっぱり強いな。ん、はぐれドロイド。お、強え。でもなんかいい素材ができそう。ん？これはなんだ？スクラップロボ。何かの素材になるんだろうな。スクラップロボか。確かロでもワインが作れたような気がするんだよな。あー作れないか。プラントでワイン作れるかな。あー紙の製造してもいいな。木から紙を作る、わかりやすい。プラスチック作っとくか。ケミカルオイルいいか。プラスチック作ってます。石鹸か。保存食。お、真空管いいね。めっちゃお金になった。電池。缶詰作らせようか。おお、やべえ、カノが死ぬとこだった。そっか、ロボと戦ったからな。さあ、じゃあぼちぼち新しい位置に行きますか。極限パイプライン。
あれ、こんなところに地球人。廃墟の方を見てぼんやりと黄昏れている。おや、修理工の小ネズミどもか。話しぶりからするに船大工の地球人とは別のようだ。地球人はハムと名乗った。北の方に興味はないか。北の北の北の果ての方、あそこに立っている建物に用事があるんだ。あるアイテムを届けてほしいんだ。だが俺はそのアイテムを持っていない時だ。やつはそれしか食わないんだ。え、あ、天然チーズか。 OK。 肉が手に入ったな。とりあえず一時的に満腹ディナーにしようか。よし、なんとか着いた。コンピューターの建設。電子回路やら真空管やらブラウン管たくさん集めて組み立てたらコンピューターが建設できる。コンピューターはいりそうだな。まあとりあえず、チーズと水で、クエストなんかあるかな。この辺とかを作れるんだろうな、多分な。何もない、何もなかった。コンピューター室は作りたいな。ロボティクス、ん？コンピューターどこだ？あ、これか。ブラウン管、電子回路、ワイヤー。ブラウン管、電子回路、ワイヤー。レーザークリスタル、トランジスタ、コンデンサ。とりあえずここで6万貯めていくか。桃源郷に、桃源郷じゃねえわ、黄金郷に。はあ。